需要変動や環境問題、人手不足など、製造業は今急激な変化に迅速に対応できるものづくりが求められています。そのような状況に対し、三菱電機はデータをもとに価値を生み出し、お客様に還元する循環型デジタルエンジニアリング企業を目指してまいります。三菱電機の幅広い事業領域でつながるあらゆるお客様に製品やサービスを利用していただき、そこで生じるデータをデジタル空間上に集めて分析・活用することで、お客様の潜在的課題やニーズを見出し、新たな価値を創出します。創出された価値は三菱電機グループ内外の力を結集し、システム・コンポーネント、そしてフィールドナレッジを掛け合わせた統合ソリューションによってお客様へと還元されます。具体的には、導入前のコンサルティング、お客様の要望に応えるシステムエンジニアリング、システム導入後の保守運用に至るライフサイクル全体を通したサポートをご提供します。私たちは製造現場の自動化をはじめとし、カーボンニュートラルや OT セキュリティなど、お客様のニーズに合った統合ソリューションをご提供してまいります。まず導入時においては、豊富なシステムとコンポーネント、ナレッジを活用したコンサルティングにより最適なソリューションをご提案します。自動化、カーボンニュートラル、 OT セキュリティ対策など、何から始めてよいかわからない課題についても導入前からサポートします。次にシステムエンジニアリングにおいては、お客様のあらゆる課題に応える豊富なコンポーネントとシステムを携え、進化し続けるシミュレーション技術や世界中の多彩なパートナーによる最適なインテグレーションを提供します。保守・運用においては、現場のデータやフィールドナレッジをもとにしたグローバルなアフターサービス、リモート監視や迅速な故障解析によって設備の安定稼働をサポート、改善と新たなコンサルティングにつなげることで、循環するものづくりライフサイクルを推進します。今後は生産現場とエッジ領域とのデータ連携に加え、クラウドサービスを活用することで OT から IT までのデータ活用による統合ソリューションの強化を図り、お客様価値の最大化を実現していきます。さらには、工場が外部のネットワークとつながることで増加する生産現場のセキュリティリスクにおいても、IT と OT 双方のナレッジを持つ三菱電機が、セキュリティ課題の抽出から対策立案、運用までをワンストップでご提供し、生産現場のサイバーリスク低減を図ります。このように三菱電機は、ものづくりのライフサイクルで得られたデータを活用した統合ソリューションによって、お客様の企業価値を高め、持続可能な社会に貢献します。